川崎市高津区にある川崎市民プラザで9月13日趣味の教室盆栽が開かれました。趣味の教室は市民の文化活動の推進とその拠点として開かれているもので、盆栽のほかにも太極拳や書道、ストレッチなどさまざまな活動が行われています。盆栽は40年ほど続く歴史ある教室で、毎週月曜日の開催日にはおよそ10人の参加者が集まり、趣味の世界を楽しんでいます。この教室では和気あいあいと会話を楽しみながら、それぞれが持ち寄った盆栽を形作っていきます。質問や疑問点はかつてこの教室の生徒であった志麻さんが講師としてアドバイスをしています。で、他を切らないように丁寧に切らなきゃだめ、人間関係がすごく楽しくなるんですね。上下関係がない、役職の地位がない、そういうことでやるから、共通した趣味だけ の目的の集まりだから、それがね一番楽しい。なかなかね、年齢いくと、身近に交流する機会っていうのがなんか周辺ではねなくなってきますから、やっぱ人間交流が一番意味があるし、楽しく皆さん集まってこれるんじゃないでしょうかね。自分で手をかけてやればそれだけの返しが返ってくるわけ、それが楽しいね。今後もこの教室では盆栽を通じて自然の素晴らしさを仲間で共有していきたいとのことです。